感じになってきてるかなっていう。で昔はやっぱりその接骨院とかって保険診療でやってたら、まあ普通に看板上げたら集客できたってことなんですか、じゃあ。できましたね。でなんか僕たちが教えてもらった先生たちが本当にこう入りがけだから、もう2世代か3世代くらい前は縄張りがあったらしいんですよね。なのでここの半径1.5 キロ以内は全然出しちゃダメみたいなとかっていうふうななんかあったらしくて、その暗黙の了解みたいな。だからその絶対のマーケットに被らないんで、出せば確実に集客できるみたいな。だから専門学校に入って資格取るんですけど、専門学校に入る予備校もありましたね。おおすごい。どんな公務員みたいですね。そうそうそう。で大人気。しかもその資格取る学校に裏口じゃないと入れないっていう学校があったりとか、もう決まってるんですよね。でそう裏口かなんかこう積むじゃないと入れないっていう時代もあったくらい、すごいこう儲かる、ビジネス体系ではあったんですよね。それはその規制緩和とかで一気に崩れたんで、予備校なんか絶対ないですもんね。ないですよね。学校が潰れてるんですよね。生徒欲しくて仕方ないですよね。でもうそれで、まあ、どんどん状況は暗くなってっていうことで、じゃあもうまあそれもあって保険もなかなかしんどくなってきたっていうのはあるんですか。どうして保険ってこう崩壊しているんですかね。まあ国の問題も一つあるじゃないですか。でその中で一番まずいのは、まあこのビデオで見られてる先生でも分かってるので言いますけど、不正なんですよ。うん、調べたら出てきますもんね。定期的にこう本当定期的に多分意図的にやられてるんでしょうけど、新聞に載るんですよね。ここでこう不正、ここの接骨院が不正してたとか、吊るし上げで多分やってるんでしょうけど、まあ接骨院って基本的に急性期の骨折、捻挫、脱臼、打撲、挫傷とかっていう項目に対して診断権があるんですね、柔道整復師って。だからもし普通の肩こりやっても「あこれ捻挫ですね」とか「筋挫傷ですね」って言ったら保険が適用されちゃうんですよ。ただやっぱ急性じゃないものに対しても、急性期だったらいいんですよ。今日朝起きたらとかでこう向いたら急にビキッと痛くなったとかってなったらいいケースが多いんですけど、もう3ヶ月前からずっとこう肩こりなんですっていうものに関しても、そういう診断つけて、まあ保険が下りる診断をつけるとわざとっていうようなこともやってるとか、あとまあまあよくあるのはこういうことにしといてくださいっていう例で直接患者さんに言ってこうじゃないと保険が下りない、効かないからこういう手にしといてくださいねっていうような感じで保険使うとかね、っていう状況なんですね。っていうのは一般的にもうバレてる。そうですね、よく見ますもんね。業界の話だけじゃなくて本当にバレてますね。で今も保険のその行政があって、民間委託で第三者っていうかが調査して、で調査委託してるんですよね。でそこから患者さんに向かって直接そのはがきで「あそこの接骨院は不正をしてるってあります」みたいな。だからまあイメージで言うと自動車の駐車違反みたいなもんですね。昔は警察がやって手足りなかったから商売にされたと。結構それが最初はその社保だったりとか、あと民間系の保険だったんですけど、今もう国保とかほとんど入ってこなかったんですよね。ただ徐々にもう入ってきてて、ほとんどの保険で適用されてるというか、っていう状況になってます。ってことは、まあ昔いた顧客数が絶対数が減ってしまってるってことですね。まあ違反で広げてたものがもう違反できなくなったら当然減りましたと。でまあライバルも増えてっていう、もうまあ母数は減るわ、競争は激化するわっていうことでも保険が厳しくなってる。結構ここが真綿を締めるようになってくるんですよ、行政って。やっぱり突然のコツばっかりと。すごいこうなんだかんだって問題起こるじゃないですか。だからそういうふうにエンドユーザーに対して教育していって、接骨院はこういうところなんだっていうのを徐々にこう狭めていってるっていうような感じですね。めっちゃ怖いですね。怖いですよね。怖いですよね。ちなみに点数なんかも下がってるんですか。点数は微妙に上がったり下がったりしますね。下げてこっちで上げてみたいなで 2年に1回あるんですけど、絶対下がるって言われ続けてもここ10年くらいで微妙に下げてるみたいなでも効かない範囲は増やしていったりとか、なんかその辺の調整はうまいことやってますね、行政は。まあ確かにそうしないと受ける側のね、患者さんがやっぱり困ることも。